失いましたね、片手割りの。はい、じゃあ、3皿目焼いていくんですけど、まあ、あの2皿目まで昨日焼いたんですけど、まあ、ちょっと思ったより出来が良くなくて、まあ、その後また他の人の動画とか、まあ、見てちょっと対策を練ったんですけど、まあ、2つねやらかしてるポイントがあるかなと、まあ、気づきまして、まあ、1つはねやっぱり火力が全然足りない。あの入れた時にちゃんとジューって言わないと、あの鍋が、あの、まあ、全くダメだっていうことが判明しましたんで、まあ、今回はちょっと卵液を軽く垂らして、あの温度をきちんと見極めてから焼いていきたいと思います。でもう一つが油の塗り方なんですけど、こっちのねペーパーの方にちゃんと油を染み込ませる必要があると。なんかね、こっちにダバダバ、鍋の方にねダバダバ入れちゃって焼いてたんですけど、なんかみんなちゃんとこっちのキッチンペーパーに油を染み込ませてるんですよね。油を染み込ませたペーパーを使って拭いてあげると、これで全然多分焼けっぷりが変わるんじゃないかなと。まああとこの鍋買いたてなんで、まだちゃんと油が馴染んでないって可能性もあるんですけど、まあ、それはおいおいこの鍋をきちんと育てていって、まあ時間をかけて解決していきたいなと思います。じゃあやっていくか。これくらいでもいけるの？お、これジューって言ってますね。なんか強すぎるのかこれ、逆に。ちょっと離して、まあ、これくらいちゃんと温まった状態でもう一回垂らしていけてるっぽいんで流しちゃいましょう。いきます。いや全然違う音が、もう勝ちましたね。逆に強すぎる、いや大丈夫だな、これ強すぎたら鍋を離してあげればいいってあの言ってました。いやこれここまではいいですよ。いいですね、いいんじゃないかこれ。どんだけいじってあげないといけないかがちょっとわかんないですけど、これいいですよ。ちょっと傾けて、あれまた固まっ、あれくっついてるな。いやこれでもこれうん、わかりますかねこれ、あのちょっと前進してるんですよ。これでもこれで油塗って、いやまだまだいけんでしょ。いやーこれでいってほしい。あ、いった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 。ねえこれ3皿目にして見事この卵スライドという技を習得しましたね。なんか料理覚えたての女の子が初めて彼氏にお弁当を作ってあげると、いやどうやるのこれみたいな、なんかそれか、あまあでも
ちょっとがっかりしたんですけど、めちゃめちゃへばりついてる卵に、うん、まだまだまだやれる。じゅくじゅく焼けてく。いやもうあとこれは巻いた後のじっくり焼き上げて、いけ。お、こんな動画見たことないですね、他の人で。裏技ですね。ちょっと奥の方に持ってきた一回、その後盛り付けたい。重い、重っ。微妙。一緒に作ったんで上に散らしてありますね。貴重なタンパク源なんで。